距離については1000キロ使用したということですが、高度については把握されているんでしょうか。総理指示、新たなものはありません。総理の発射直後に出した指示を関係省庁が今徹底して対応しているところであります。今回のミサイルなんですが、距離については1000キロ使用。本日北朝鮮は午前7時34分ごろ、北朝鮮西側のトンチャンリー付近から4発の弾道ミサイルを東方向に発射した模様です。発射された弾道ミサイルはいずれも約1000キロメートル飛翔し、そのうち3発は日本海上の我が国の排他的経済水域内に落下したものと推定されます。なお詳細については現在分析中です。現在までのところ航空機や船舶からの被害報告等の情報は確認されておりません。政府においては直ちに総理に報告し、総理から3点の指示がありました。また官邸対策室において情報集約をし、午前8時25分から関係省庁局長会議を、また午前10時40分から国家安全保障会議を開催いたしました。何らの事前の通報もなく排他的経済水域内に着弾させたことは、航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題のある危険な行為であり、強く抗議をします。今回の発射は関連安保理決議等に違反するものであり、直ちに北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に対して厳重に抗議するとともに、最も強い表現で非難をしました。このような北朝鮮による度重なる行為を我が国は断じて容認することはできません。政府としては国連安保理の場を含め、米国や韓国をはじめとする関係国と緊密に連携をし、北朝鮮に自制を強く求めるとともに、いかなる事態にも対応することができるよう緊張感を持って必要な対応に万全を期しておるところであります。政府としては必要な場合には J アラートなども使用して適切に情報を伝達してまいります。国民の皆さんには政府からの情報に注意し、落ち着いて行動するようお願いを申し上げます。北朝鮮に対しても中国が強い影響力を持つとされています。安保理決議を見て中国は現在の北朝鮮から石炭の輸入を停止しておりますけれども、日本政府として今後北朝鮮に対してですね、中国はどのような働きかけをすることを期待されていますか。今言われましたように一番影響力が大きいのは中国であることは、これ歴然といたしますので、そういう意味で、先般、石炭の輸入を停止するという発言をされました。まさに安保理決議で、制裁もすでに決まっていますので、そうしたことを、徹底して、遵守して実行に移してほしい、こういうふうに思っています。